1月14日、松本中心市街地で行われた松本アメ市。伊勢町通りでは松本アメ市旧車祭として地元の自動車愛好家たちを中心に自慢の愛車が展示されていました。この日の気温は氷点下 8.5 度。前日の降雪の影響もあり、参加車両は約30数台程度と規模としては少なかったですが、通りがかりの家族連れや多くの車好きで賑わいを見せておりました。会場内の様子を一通り撮影しましたのでご覧ください。